はい、大阪太田市にある坂本整体院の坂本です。本日は変形性股関節症ですね、こういう動き方をすれば治るということについてお話ししていきます。じゃあ早速やっていきますけど、変形性股関節症なんですけれども、動き方ですね、生活の中の動き方、特に歩き方を変えてあげなければいけないんですけれども、変形性股関節症って言われる方の歩き方なんですけど、これ結構特徴的な歩き方があって、その歩き方を変えてあげる、やめてあげるだけで改善っていうのはしていくんですよ。で、どういう歩き方が多いのかっていうのをまずやっていきますね。はい、変形性股関節症の人なんですけれども、ここですね、こういう股関節に軟骨っていうのがあって、それがあるからこう歩いてても痛くないよ、でも何かしらの原因でここの軟骨が削れちゃって、当たるときに動くときに骨がぶつかるから、こうやって曲げるときに骨と骨がぶつかるから痛み出てるんですよっていう説明を受けたと思うんですけれども、で実際レントゲンにとってここ狭くなってたっていう人も結構多いんですけれども、そもそもなんで狭くなってしまったのかっていう原因ですね、そこをまず考えてほしいんですよ。絶対にここに自分でこうやったら縮めるような、ここを狭めてしまうような圧をかけてるから、軟骨って人より早くすり減りますし、レントゲン取ったり MRI 取ったらここが狭まって見えるんですよね。で、そういった動きをやめてあげないと、いつまでたっても痛みって消えないんですよ。で、実際レントゲン取ってここが狭まってても痛みない人とかザラにいるんで、それが痛みの原因、必ずしもそうとは言えないっていうところで、まずはこういったところより、ここら辺の周りですね、筋肉が硬くなって痛みを出しているんじゃないかなっていう考え方になってほしいんですよ。じゃあその周りの筋肉が硬くなってしまうと、どういった動きで硬くなってしまうのかっていうと、変形性股関節症の人、まあ、膝も腰もそうなんですけれども、言ってしまうと特徴的な、特に変形性股関節症の人の歩き方があって、で立ち方っていうのがあるんですけど、まずお尻をこう後ろに突き出して腰をこう反ってる、こういうような立ち方、ちょっと出尻って言われるような状態ですね、こっちに出ちゃってる人で、この状態でこうやって歩く人って多いんですよ。こういうふうに歩く人、これなんでこういう歩き方になってしまうのかっていうと、もともとこういった要素っていうのは、その人がもっともっと、まあ、変形性股関節症って言われると大体40代以降、50代60代とかだと思うんですけれども、10代20代とかそういった頃からもうそういったような片鱗兆候っていうのがあったと思うんですよ。なんとなく腰を反ってこうやって姿勢よくしようとしてたりとか、そういうような体の使い方をしてた人の蓄積が積み重なって、どんどんこういうような動き方、立ち方、歩き方っていうのを形成していきます。その細かい積み重ねが40、50とかになって痛みとして出てきている。で、そのせいでここに圧かけているので、レントゲン取ったら狭く見えたっていう場合がほとんどです。で、じゃあさっきの歩き方なんで悪いのかっていうと、これってまずここをガッて狭めてしまうことによって、まずここら辺に圧をかけてしまいます。なので軟骨はもちろん人よりすり減りますし、骨も狭く見えます。何より周りの筋肉も硬くなってしまいます。で、こういう歩き方をずっとしてた人っていうのが、痛み感じると余計にやっぱり痛いところって人は動かしたくないんですよ。痛い部分を動かしたい人っていないですよね。当たり前で股関節も痛くなったらここら辺動かしたくない、つまりこういった動きをしたくないんですよ。歩くときにこういう動きですよ。この動きを出したくないと、股関節を動かしたくないんですよ。とにかく痛い、もしくは痛くなるかもしれないからってなったときに、そういう人たちはもっとここをガシッと固めて、こういうふうに動かさないようにして、このままだとこうなってしまうので、上半身だけを無理やり起こして、できるだけここを使わないようにして、こういう歩き方になっていきます。動かさないように動かさないようにするんですね、股関節を。ってなるとどうなるかっていうと、もっとここ硬くなるんですよ、周りの筋肉が。でもっと圧がかかるんです。だからもっと早く狭まるんですよね。でさらにこれが進むと、ここが硬くなるので
で股関節動かさないようにしようと自分でするので足上がらなくなりますし伸ばせなくなりますしこっちに開いたりとかもどんどんできなくなっていきます。当たり前ですよね。これの筋肉がぐって自分で硬くしていってるんですから伸びなくなっていく、で曲げれなくなっていくっていうようなことが起こってしまいます。ってなるとほとんどの人が変形が進行している、だから骨がぶつかって動かなくなってきてるんだなって思うんですけども、違って自分でこうやって圧かけてるだけなんで、そこを伸ばしてあげればいいわけなんですよ。じゃあそうしないための動き方っていうふうに動き方を変えていけばいいだけ、プラスこういったところをストレッチとかしていってあげればまた前の動き方に戻っていけますし、足もどんどん曲げ伸ばしできるようになってきますし、開いたりもできるようになっていきます。で痛みっていうのも消えていきます。なのでこういった歩き方してる、こうやってちょこちょこ歩いてるっていう人はこうではなくてまっすぐしてあげて、足ですね、この股関節を怖がらずにこうやって股関節から動かしてあげる歩き方、こういうふうに歩いてあげるってことですね。自然に力を入れるっていう歩き方に変えていってください。これができるようになると股関節が動くようになるので周りの筋肉っていうのも柔らかくなってきやすくなります。さらにストレッチとか入れてあげるともっと楽に動くようになってきます。で、圧もかけなくなるので痛みっていうのも消えていきますし、仮に変形って言われててもそれ以上進行していきません。で、変形が進行性って言われるのは自分で圧かける力がどんどん強くなっていくから、痛み強くなってきたらどん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 圧かけていきますよね。こうやって動かないようにしよう、動かないようにしよう、動かないようにしようとなっていくので当たり前なんですよ、進行していくのって。それ止めてあげれるのも自分だけなんで、しっかりこういったところですね、見直してあげる、で動き方変えていってあげるっていうのをやってみてください。詳しい歩き方っていうのは説明欄とかにも載せておきますし、このストレッチの方法とかですね、そういうのも載せておきますので、一度試してしっかり取り組んでみてください。では本日の動画を終わりになっていただいて本当にありがとうございました。